何でしょうか。意外と注文すると3日ぐらいでこうあっという間に届くんですが、シンガポールから来たんだけど、よし、届きました。 GoPro10 買っちゃいました。先日のキャンプで全くスイッチが入んなくなったので、これ撮影が続けられないと。で、今これ撮ってるのは GoPro7 なんですけど、その後何日かしてこうふと電源を入れたらですね、復活してたので、とりあえずただもうこれ頼んじゃってたんで、まあ、届いたというところでございます。 GoPro2 台目なんですけど、開けますよ。よいしょ。あ、かっこいい。なんかこんな感じの、まず入れ物に入ってます。どうだ、おお。ああ、これあれだ、保護シール買わなきゃな。いろいろ分かんないなこれ今、他の人の動画を見まして、とりあえずこちらの、蓋の開け方を学びました。こうやって引っ張って上に上げて引くんだな。これちょっとなんか硬いですね、まだ最初だからかな。で、これがこういう感じですか。で、よいしょ、閉めてみました。もうこれで多分電気つくのかな。はい、じゃあ起動してみます。おお、ついた。 GoPro、 あ、かっこいい。次、多分わかんないけど日本語、はい、GoPro を使用することで利用規約に同意します。はい、映像の場所、タグ付けを有効にします。ん？ GPS、まあ、オンでいいかな。はい、スマートフォンの GoPro ピックアプリをインストールしてネットを管理します。はい、アプリの指示に従います。はい、やってみますか。とりあえず少し充電しておきましょうか。なかなかね、分かんないことがいっぱいです。おかぎ山に帰ってきました。こちらのね、フィットスティルっていうんですかね、GoPro のアクセサリーのセット、購入しましたので装着してみたいと思います。これがサイドカバー、あと ボディのカバーですかね、あと蓋のカバー、ね、こちら、とあとこちらは、フィルムですかね、保護フィルムの一式だと思います。はい、じゃあこちら装着してみます。ここから行こうか。これがね、はい、これがこっちの、こっちです。ちょっと、3箇所保護シール貼りました。サイドカバーでこのここが開くことによってカバーを開けなくても充電できるっていうタイプの蓋ですね。こちらに差し替えというか付け替えしてみましょう。これ硬いんだよね、ちょっとね。ああ、これは簡単だね。軽いね。これが、ああ、ストラップと、あんまりこれ使わないんですよね、レンズカバーね。全体に傷ついちゃうんで、シリコンのカバーですね、これはね。あ、ぴったり。あ、いいですね。
このストラップだとちょっと組みかけづらいんで、今使ってる、GoPro 7用に、今こうだったかな、ダイソーだったかな、でこちらのストラップに付け替えようと思います。一応一通り装着しましたんでね、当面こちらで使ってみようと思います。じゃあとりあえず起動してみましょうか。はい、早いね。これ多分標準モードで、でもこの多分この1080の30のワイドかな、ダブルかな、これは多分今のやつと同じぐらいだと思うんで、これでちょっと、並べて撮影してみましょうか。まず部屋の中、これどうだろう。なんか全然見えてる絵がちょっと違いますね。これ雪が週末降ったんでまだ残ってますね、少し歩いてみようか。だいぶカメラのタッチが違う気がしますね。横ブレどうかな、ちょっと走ってみましょうか。GoProのね、やっぱり弱点って夜間撮影だったんですよね。今左が10、右が7ですね。あ、もう全然違うなこれ。じゃあこちらでちょっとタイムラプスしてみましょう。GoPro 10のね、可能性はまだまだあるような気がしますけど、とりあえずね、まず少しずつ基本の使い方から覚えながらね、より良い動画をね撮っていこうと思ってます。はい、本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。